帰れるから楽だなって思ったけど、裏を返したら止まらない分逃げ場がないのかっていう考えになったら怖くなった。かといって各駅停車乗るかっつうとか、それはそれで大変だしなとか、ロマンスカーかロマンスカーなのか、でもロマンスカーもロマンスカーでなんかそういうことあっても逃げられないな。止まってるだけ。ページ腹に入れるとかそういうことしか思いつかない。あと常に意識して乗るしかないよね。もしかして今ここで人に破壊締めされるかもしれない、殴られるかもしれないとかさ、あの立ち上がって降りようとしてる人、実はあの人は変な殺人犯みたいな人で、いきなり刺そうとしてくるかもしれないみたいな、なんかそういう変な過剰防衛じゃないけど、そんぐらいになんないと生きていけない。俺もいたもんな、小田急ですげえタックルしてくる。何回もやってくるから思いっきり蹴ってた。蹴ったら逆上してきた。やべえって言って。なんかもうめんどくさかったから。はいはい、何ですかみたいな感じで言ったら、どっか行っちゃった。まあ、止まってるだけ。今日はやたら止まってるだけの車は。うん、こっち少ない。歩道が途中で消えるってことかしらね。まあね、もう右だったら右で全部ずっと作っといてほしかった。ここそんなに車いねえから走り屋とかいそうって思ったけど、そうそうそんなにねえから走り屋もいねえから。タイヤ痕あったけどね。タイヤ痕じゃねえ、ブレーキ痕か。あれ、いなくなっちゃった。チャリ今の時間でチャリちょっと声全然視界に入んなかったけど、ブレーキの音で初めて気づいた。
膨らんできたところからあなんかやるなって感じしたけど、大垂海結構あるんだよね、車で行っても392の標だいたい400、まあ、そこ高いんだもんな、それは曇ったり湿気もこっからあの大垂海に繋がるのは楽しいよ、大垂海じゃねえよ、あの相模湖とかにも行けるし、そう相模湖繋がってんの、相模湖だっけ、つくあ、つけいこつけいこ、間違えた、つくいこのあの神社の祭りは本当に申し訳ないけどショック買ったな屋台2個ぐらい出してやるよとか思って、なんか大人も言ってたもんね、こんなんじゃ子供来ないよね、来ねえよって、初めて見たけど衝撃的だって、催し物は全然いいと思うんですよ、ああいうの、うん、ね、交流も兼ねられるし子供も頑張ろうっていうさ、なんかいい教育方針的になるけど、うん、せめてさ、せめてああいう場所だったら簡易的でもやれるヨーヨースクイとかあっただろうと思って、ヨーヨースクイなら簡単じゃん、だって あのちっちゃいプール用意して水張ってさ、うん、水風船とあのすくうやつだってあんなのアスクルとかあの辺で安いのすぐ買えるしさ、うん、せめてね、水風船も子供大好きじゃん、テントはせめて温めはちょっといろいろめんどくせえのかなと思ったんで、何かあと一個屋台で食べれるものだとしたら何かき氷だな、あれ何もなかったもん、あかき氷なんか簡単じゃん、そんなシロップ用意して氷用意してさガラガラやっときゃいいだけだし、もうあれ先にコロナを当ててたかもよかったあんなに集落のお祭りであんなにしょっぽいの初めて見た、私の母ちゃんの田舎はなんか一日中盆踊りを踊り明かすって聞いたことあったけど、え、一日中踊るの、うん、それはいや、ほんと言ってたよ、田舎行ったと子供はだからさ、だからそういうあれだからでしょ、田舎のあるじゃん、その村のさ、うん、そういう伝統じゃないけど、人生初の山登りだったんじゃないか、おばあちゃんの墓は前に、なるほど、だって山登ったもん、そういや、あの 雪の中、雪山、お今また雪山体験してたわけですよ、あんな小学生ぐらいのちっちゃさで、小学校だったか中学校だかも忘れてたけど、すごくない、確かに山に囲まれ
てるし、ね、あれやっぱクマだったのかね、高尾。あれクマでしょ、うわーとかす、あれ暗いから向こうも多分夜ってそんな強くないでしょ、あそこで暗いと思う。多分すげえ声聞こえたもん。いや結構地響きのような結構やべえ声やったよ、だってあれ。うわー聞いたことない、あんな声。クマなのかな。いや高尾にいる動物で想像するってか考えて消去法で言ったら、生息していないよね、ここね。聞いたことないし。